はい、どうしようです。ジョンです。スノーマンです。今日の企画は、本命女子には絶対にしないこと20。9人になりました、ついに。スノーマン。スノーマンって誰？アイドル。はい。アイドル。今年のね、1月にデビューした。もうグループ名言い出してから。どっかの会社の情報を告発したスノーデンかと思って。どこでスノーデンって人がおんねん。スノーマンで映画もありますから。そこはええねん、もう100は本命女子のには絶対しないこと。なるほど。やっぱね、本命女子ってまあ大切にしたいじゃないですか。だから避けて通る道ってあると思うんですよ。嫌われたくないから。絶対本命にはやらんことってあるもんな、うん、そんなまあ別に脈ないことかにはスパスパできること。確かに確かに。それをね、上げていきましょう。はい、はい、それで判断をつけてほしいってことだね、はい、そう、じゃあ20個出していきましょう。はいはい、はい、ドタキャン。おお、絶対せんよ。正解。絶対せんくない、こんなん。いつでもその予定だけ死守するよ、ね、うん、他に何かあるの。これはドタキャンをしてくれたら絶対ちょっと、うん、な、気をつけた方がいいというか、必ず連絡する。する、うん、確かに。まあほんまに無理にやったらうん、ほんまに2日前、3日前には絶対、うん、ドタキャンだけはないな。うん、はい、はい、はい、これもでかいんじゃないですかね、うん、他の女性の話。あー、せんなー、せんせんなしない、しない。まあ、仲いい友達とかの女の子の話とか、うん、仕事場でとかやったらまあ話すかもしれないですけど、うん、なんて言うんでしょうね、あの子可愛いんだよね、うん、うわー、しないしないしない、せん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 。例えばさ、本命女性が、うん、その誰々ちゃんめちゃくちゃ可愛いんだよねみたいな話を振ってきたらどうする？あー、なるほどね。あーね、可愛いんだよねか。俺は結構その乗るね、うん、いやー可愛いよな、わかるわみたいな感じで、でもなんかそっち褒めすぎてもなみたいな気持ちもちょっとありつつ、ね、バランスがね、わかるわかる、そうそうそう。確かにね。俺はなんか、あーまあ分かるよぐらいで別の話に持っていくかもしれない。ああ、うん、そうやな、うん、あんまそこしすぎたくもないもんな、ぶっちゃけ。あと可愛いよねっていうか、うん、ああ人気だよねみたいな、あもう主語俺じゃなくて、ああなるほどね、あの子人気だよね、すごい、なるほど、ね、なんか持ってるよね、俺は別にそんな興味ないけどみたいな、そう、その同じ価値観は持ってるよっていうふうにはするけど、確かに確かに、俺は思ってないよっていうさ。はい、はい、ジョン。いや、カイトとか、カイトの意見とほぼ一緒なんだけど、うん、他の人とのエロい話、他の人との、そう、うん、だから夜の話とかよ、とか、あの風俗の話とか、あ、そう、絶対せんな、絶対にしない。こんな笑い話しようと思ったら絶対本命じゃない。あ、確かに下ネタを弱まらん、そんながっつりそれで盛り上げようとはせえへんよな、うん、なんかおっぱいとかさ、当たり障りのないレベルを話すけど、俺はこういうプレイが好きでみたいな話は絶対にしないと思う。慎重になるからな。そう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 、その引かれたらどうしようっていう、そう、リスクのがでかいから、そう、絶対慎重になるから、すべてに対して、うん、こういう話だったらしないと思うな、それはある、うん、はい、意外と、あの、おならでもまあこれはそのまあ付き合ったらそれ変わりますよ。はいはいはい、付き合って長く経てば変わりますよ。うん、しちゃうよね。うん、あとね、僕のこれ結構大好きな大学の先生が言ってたんですけど、夫婦にはなることっていうのは互いの部屋を嗅げるかどうかっていう深い言葉を僕1年生、大学1年生の時にいただいたんですよ。いただいたんや。恋愛の話をその憲法の先生なんですけど、すごい好きで、憲法の先生なんかい、すごい好きで僕も話させていただいて、その夫婦になることっていうのは互いのおならを嗅げることになったっていうのを言われたんですけど、やっぱ最初のうちはね、おならできないですよね。行かれたぐらいお腹の筋肉買ってた。いや、そうそうそう、食べてる時にこの、もう、なんか2回ぐらい門閉じるみたいな、絶対に出るのよ。あ、1個か、1個行かれた、もう1回みたいな、何がやってんの。あの時、ほんますごい顔してたもんね。活躍してくれ、肛門活躍筋って思うよ。何のための筋肉じゃないみたいな、あの時の努力の何みたいじゃないよな。初期の本命にはできないなっていうので、切るだけ。トイレ行ってせん？いや、する。トイレで思いっきりブリ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 、トイレ行ってバッバッバッ
いっつって念のためチバチの兵出してから念のため大便の方に入ってバビバビバビってやってから何も出んのかいと思ってデート前うんこ2回ぐらいしとくそうね腸内環境を増えてフリーゼロにしとくフリーにしといてから望むっていうそこのリスクヘッジ怠らないからねコンビネーターの時ははい、はい、まあ、これもしないんじゃないですか、はい、割り勘あーはい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 これまあせんやろまあカッコつけたいよね、うん、本命の子にはそうやな、うん、まあこれでも出しますって言われた時むずいけどなそう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 いやいやいい出す出すみたいになった時どうする、うん、俺は出しますって言われた時は、うん、2、3回断るんだけどそれでもって言われたら、うん、ありがたくいただくあそうなんかあっちの気持ちも汲み取ってあげたいっていう部分金はどうでもいいのよけどそう言われたらもらうかな、うん、俺はああなるほどね、うん俺はもうなんかこの後ちょっとじゃあアイスでも食べに行こうみたいな。そう、その方がいいよね。そのだよね。思ってみたいな。うーん。かなぁ。まあでも割り勘は絶対わざわざ最初から割り勘でっていうやつは最初からは言いたくないね。そうだね。そう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 。まあかっこよく見せたいから。そう。本命には絶対そう。うん。うん、はい。はい、ジョン。本命に絶対しないこと。うん、歯にのり。わからんくない。え、俺、うん、本命彼女の前に、うん、とデートする前に、うん、コンビニのおにぎり食うの絶対避けるあーあーそうなんやつかないようにつかないようにするしもし万が一そういうものを食ったとしたらトイレでチェックするなるほどね、うん、すぐにチェックするんやすぐにその会うまでには絶対するわね、はいうん、こういうの嫌だじゃあ歯にのりついてたらこいつ私のこと本命じゃないんや可能性は高い俺の場合はけどこれは人にはよるよねその気づかずついちゃってる可愛い男子もいるから一概にとは言えないけどちょっとそのなんつうんだろうな神経質というかそういう感じの人は多分つけてこないと、うん、なるほどね、うん、狙ってまああれやろそれこそでも本命の女子、うん、本命の女性とのデートって、うん、バカクソチェックしません、うん、みんなするそういうことなのよみんなリアめちゃめちゃするもうね本当に飛行機の点検ぐらいあれネジ1本落としてもまあダメじゃないですか あれぐらいチェックするじゃないですか俺もうポケットに財布入れてさちょっとポケットの膨らみ気になるかなそばけんとこぐらいもうシルエットから検査するワックス何回塗んねんぐらいそう塗りすぎてどうしようもなくて帽子かぶる日これは最終的に帽子で修復できませんぬるぬるですってもう帽子でいくっていうそこはあるな、ほんまにはいはいはい、はい、はい、どう本命との女性、うん、本命の女性には絶対しないこと、うんまあ、これデートやと思ってください、うん挑戦ああ、俺は分かる挑戦ね挑戦はい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 置きに行きたいからはい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 もう自分の定番のというか、もう全てが分かった状態でやりに行くなるほどねできる限り行ったことある店とか行きたいよねうん、そう飯も、もううまいと確実に分かってる、うん、はい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 、うん俺挑戦しちゃうよな挑戦が生きがいだもんねだからちょっと気持ち高ぶって、うん、今日はちょっと攻めるかって思っちゃうそれで空回りする空回りするでも確かに普通は置きに行くやろな、うんうん、置きに行きたいだから男性のタイプにはよるけどそういう置きに行く系の人は多分そういう挑戦はしないで、うんうん、なるほどね、うん、確かに仲良くなってじゃあ今度ここ行ってみようかにしたいんだそうそうそう分かる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 はい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 あのエスカレーター、うん、絶対下絶対下のポジションだからこの上りやったら、うん、この下側、うん、で下りやったら先にこう下に行くっていう、うん、これあれでしょ、うん、本命彼女にすることでしょすることだから俺も分かる上にの、うん、上やったらそいつアウトっていうあの、うん、何があっても落ちてこないように落ちてきても助けられるようにそうそうそう俺もするわ俺もするそれいやこういうのあるやろ、うん、細かいところで道側歩きとかねそう、うん、引かれて死ぬのは俺にしてくれたのしょうん、エスカレーターはほんまに俺先に行こうどうぞどうぞって分かる分かる分かるそれだいするわはいはいじゃんお前あー呼ばないですね呼ばんな本命の子にお前ってあんま言わないと思うんだけどそもそも俺もほぼ使わないけどめちゃくちゃ仲いい友達とかだったらお前って時あるじゃんだからこれはあんま言われたら違うかもって思った方がいいかもしれない、うんうん友達枠というかね雑に扱わんなうん確かにあとはい、はい、呼び方なんですけど、うん、あの、そなたっていうのやらないななるほどね、うん、やらんなと思いますねじゃあ俺これソチを読まんじゃないかなこれはこれは、うん、おまんがおまん
何やねん。もう流れで出さなと思って高速おまんがけした。こんな早くおまんがけした。おまんはさーって言わないもん。まあこれ言わんな、うん、でも名前を呼びたくならへん。なるそのね、何々ちゃんの部分をちょっと、うん、でも普通の人よりも好きな子の方が呼んじゃいそう、うん、会話の中の、うん、その名前の比率高いような、うん、何かにつけて呼びたくなるよ、最近覚えたんかっていうぐらいねパパの名前最近覚えたんかみたいな。めちゃくちゃ呼ぶ、うん、確かにそれはあるな、うん、はい、排除。早歩き。あ、本命の子には必ず歩幅合わせ、うん、合わせる、うんうん、その男の方が基本的に速いじゃん、歩くの、うん、で、なんやねんこれ遅いなと思う時もさ、たまにあったりするじゃん、友達とか、うん、けど、好きな子がさ、うん、遅いの可愛いってなるやん、ごめんねって、うん、これは、で、合わせてくれない、うん、人はちょっと本命じゃないんじゃないかなと思ったりするな。でカイトこの前言ってたけど、うん、好きな子が法であり正義みたいな、うん、ほんまにな、大勢のままにしかないから俺らは。そうそうそう、まあ、歩幅も合わさせてください決めってなるから。そう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 。はいはい、ガイド、はい、これ僕だけかもしれないんですけど、うん、あの、うかつにインスタを見せる、うん、あこれちょっとあの見せないってこと、見せないです、本命には、の女性には、はい、っていうのも、その、なんか例えば、まあ、フォロワーとか見てるの、うん、まあ、これ僕だけかもしれないんですけど、まあ、なんかたまにその水着の女性とかが現れません、うん、男の人って、うん、で、バーってインスタ渡して、いじられた時に、なんかどっか変なとこ行って、なんかパンってなんか水着の女性バンバンって上だみたいな、はいはいはい、なるじゃないですか。例えば一番上が、そのなんかまあ僕はフォローしてないんですけど深田由美とか、お肉そ気まずなる時とかあるじゃないですか。だから怖いから見せない。わかるかも。小さなほころびすら消していきたいよね。うん、なんか LINE の画面とかもできるだけ見せたくないわ。確かに確かに。そう、なんか女の子とかと例えば LINE とかしてたら、うんうん、なんかいい。見せたくなくない？なんか他に女おんのかってことも思われたくないみたいな。あのね、ポップアップね。そう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 。あの下の名前で登録してる女友達とか今してくんなーって思うよね。七個とかやったら、そうそうそう、マジ女しか確かないやんみたいな。確かに。こうついてモテるやん。そう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 。スカサとかなら聞いて。いや、そう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 。アムロとかで出てるけど。アムロは違う違う違う。いや、それはあるわ。やましいことしてないのに思われるのが一番嫌なんだよね。そうそうそう、これが男がスマホを見せたくない理由かもしれない。何もしてないのにっていう。そうやな、うん、はい、うん、これまあ俺別にあんま言わんけど、うん、愚痴とかを絶対その子に言わん。絶対言わん。もっと楽しい話したいもん。したいし、うん、なんかそんな愚痴とか言うようなやつじゃない俺はっていうのをやっぱ見せたいと思うから、うん、そういうことはあんま言わんな。疲れたとかも言わない。言わん言わん言わん。かっこよくありたいから、うん、はい、はい、はい、どうも。ちょっとこれもね、これも僕だけなのかもしれないですけど、うん、あの死刑制度についての議論全員やね。あんましたくないじゃないですか。全員せんで、そんなしたくないな、これは。うん、人の考えにもよりますから、うん、まあ、もっとポップな話で言うと、タケノコかキノコかでもあんま話したくないんですよ。あー、別れたくないんだ。なんか別れたくないし。あー、そういうこと、うん、あ、もう議論は嫌だ。議論。あー、なるほどね。まあ、僕が男性のじゃない、女性の割なのかもしれないですけど、はいはいはい、なんかね、確かに不安を生んじゃいそうで。いや、確かに、確かに、うん、あの一緒にいる時間ずっと幸せであってほしい。あー、一見別れたくない説あるわ。分かる、確かに、すっげー分かった。タケノコのここは、うん、これが良くて、うん、いやいや、キノコの方が、うん、みたいな。男性ってね、一回ふっかけたら、戻れなくなっちゃう。そう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 。あんましないんかな。確かに確かに確かに、しないしないな。レストランのメニューとか見ててさ、うん、これ美味しそうとか言って、うん、嫌いなものとか言ってもさ、うん、合わせんじゃん。わかる、食う、食うやな。俺本当はあんま得意じゃなかったけど、食べてみたら美味しいねそれすらも言わんかも。本当は嫌いやったんだけどとかも。やっぱ合わせるよな。マイナスを生みたくないかも。まあでもやっぱしないかなって。それはせんねん、誰も。はい、はい、メニューしないこと。はい、突然の電話しない。ああ、確かにしないな。しづらいな。しづらいですね。それも、あ、まあするとしても、なんか一回、今からちょっと電話かけていいとか。ああ、聞くかも。ワンジャブ入れるじゃないですか。あ、断り入れてから。あの、一回何を話すか全部考えてから電話するから。いや、そう、アポと一緒。うん、あの、会社の。あの、無謀な電話はしないよね。そうそうそう、自分だから設計を組み立ててから電話するな。うん、うん、
急にごめんって言われたとて、それが本当に急なのかいってましたよね。あー、電話向こうから来るのはいいんですいつでもいい。そうやな。うん、はい、ガイド。あれ、例えば、うん、その宅飲み、うん、とか、まあまあ何人でもまあいいんですけど、うん、まあ、お家で、うん、飲んでたりとかしてコンビニ行こうか、うん、行くじゃないですか、うん、で、本命の女の子が例えば奢ることになった時、はいはい、これは絶対しませんよねっていうので、うん、あのコンビニスイーツでちょっと高いめのを選ぶっていう。ああ、こっちがってことね。そう、あの、彼女に負担をかけたくないから。ああ1円でも負担を絶対にかけたくないから。ああ、わかるかも。1円かけさすことで嫌われるのが違いますよね。そう、1円の重みが違うよな。1円の重みが違う。本命とそれ以外では。何でも好きなの食べていいよって言うけど、なんかこれぐらいの100円のなんかプニプニしたやつみたいな。100円のプニプニしたやつしかなんか僕は食べれない。物価が違うわ。もしくはさ、あっちも食べたそうやなってものを食べてさ、一緒に食おうというさ。え、どれが好きなのつって。私これが好き、じゃあ俺それでいいやつ。はい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 。まあ、付き合えば別です。いや、そんなんは全然別やねん。ほんまにこれ付き合う前とさ。そう、いや、全然違うね。全然違うから。これは付き合う前の本命ですね。付き合う前の本命だね。そうやな。はい、ということで今回もたくさん出てまいりましたけど、いかがだったでしょうか。はい、はい、やっぱりね、もう嫌われたくないがほんまに強いよな。めっちゃでっかかった。そこは守りに守るね。ほんまにな、内心、うん、めちゃくちゃ好きな子現れたら、うん、絶対こういう風になると思う。なる。うん、な、そうやって家帰ってさ、うん、なんで俺あんな面白くなかったやろ。いや、そうそうそう、反省会始まるから家帰って。もっと話せおもろいこと。うん、ちょっと確かにおもんなくなってる可能性あるかも。うん。ということで、我々も男もこういうちょっとね、可愛いところがあるんで、はい、本命の前では全員同点になるんで。そうです。はい、ちょっと参考にしてみてください。はい、皆さん、あとチャンネル登録とファンコミュニティのチェックもよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。